3月31日 F1 第2戦ブラジルグランプリインテルラゴスである。決勝35分前に大粒の雨。ポールのデーモンの狙いはただ一つ、一気にトップに立って逃げること。スタート。デーモンは集中、即座にトップに立ち、危なげなく1コーナーに入った。ヒル独走、チームメイトのジャックをぐんぐん引き離していく。ピットインはたった1回。チームの課題であったピットワークも成功。ウィリアムズチームとデーモンヒルはこうした弱点をも克服し、完璧な勝利を目指した。上出来、フランクがウィンク。今シーズン2勝目、そして父グラハムヒルを抜きます。